劉備の入植により乱世は三国鼎立の時代を迎える。その後蜀は定軍山にて魏軍を駆逐し漢中異勢を制圧。一方で孫権の要求をのみ慶州の大部分を孫呉へ返還した。蜀と呉の盟は良好に保たれ、東西から大国魏を睨む。三国の関係は安定にも似た拮抗を見せていた。それぞれに国を富ませ力を蓄える劉備、曹操、孫権、それは乱世の永続あるいは激化をもたらしかねない。ならば少子国力とも充実する今こそ乱世を終えるべき時。かくして諸葛亮は曹操との決戦を奏上、劉備もこれを承認する。決戦、その響きに血をたぎらせる関羽、馬超、甲冑、歴戦の猛将たちが今五条原に勇躍する。
この勇ましき戦ぶり。この首もらい受ける。いざ。どうにもならん。なんとも勇ましき戦ぶり。出せたな、猛毒。ショックなどこの俺が全て叩き切ってくれるわ。すっかり遅くなっちまったぜ。さて、俺の見せ場は残ってるかなっと。ゴズメできた加工と加工園は義軍の中核。彼らを倒せば敵の息をくじけるでしょう。超える。行くぞ。強烈。
でするもの。走るがよい。私の知略が破れようと敵将ダモウキが討ち取った。行くぞ、強雷だ。ここは引く。お見事、見せつけてくれますな。
最大の敵曹操はここに倒れた。みんなよくやってくれた。私たちの勝利だ。